こんにちは。今日はですね、シュプリームウィーク15バンズコラボですね。こちらドロップリスト出てきたので見ていきたいと思います。今週はですね、おそらくそのバンズコラボと前々からね、出てた例のセーターが出るんで、そちらがね、人気集中するのかなといった感じになると思うので、僕の気になる商品とそちら中心に紹介していきたいなと思います。じゃ早速見ていきましょうか。じゃあまずバンズのコラボからいきましょうか。バンズのコラボがですね、なんだろうこれ、ちょっとほんと初見なんですよ。今本当に全然見てなくて、最近買えないんでね、大した見てなかったんですが、今回のバンズのシューズはですね、1ドル札の、紙幣が、デザインで落とし込まれているような感じになってます。なんでちょっとなんかどうなんだろうね、パッと見なんかシュプリームとは分かりづらいような感じに見えるのかなぁといった感じです。なんか普通にありそうな気もしますが、ちょっとなかなかね、癖のあるデザインになるのかなといった感じになります。じゃあ早速ね、見ていくんですが、まずエラーですね。ローカットの方のエラーが 13,200円ですね。こちらがカラーが一色なのかな、まあまあよくあるエラーかなといった感じなんですが、すごいもう全部札の絵になってますね。もうこれはちょっとね、僕は個人的に履かないですね。まあ、ちょっとスケーター的な感覚から言っても僕の服装にはね、ちょっと合わないんで、履かないかなといった感じですし、もともと履いたことないですね、僕はエラーに関しては。なんかハーフキャブとかね、そういうのは履いたことあるんですけれども、ちょっと薄いからあんまり履かないかなといった感じです。で、次が、スケートグロッソミット15,400円になります。で、こちらがですね、僕もちょっとスケボーやってるんですけれども、ちょっと詳しくわからないんですが、ジェフ・グロッソさんの、シグネチャーみたいな感じになると思うんですけれども、これもなんだろう、スケート履いて、とハーフキャブの中間みたいな感じになってますけど、こっちの方がなんかドル紙幣の分量が少ないというか、まあ履きやすいのかなといった感じはするんですが、正直そのあんまりこういった柄のバンズって僕好みじゃないんで、まあ、買うかどうかと言われたらちょっと買わないですが、なんかパッと見の印象はなんかピンクのカラーがいいのかなと思いました。まあ、数が買わないかと言ったら買わないんですが、なんか普通に履くんならピンクがかっこいいかなと思って見てます。あと僕の普段のそのスケボーをする時の雰囲気ちょっと合わないんでね、どうしてもバンズっていうチョイスにはなりにくいんで何とも言えないんですけれども、まあまあ買うとしたらまあピンク可愛いなと言って見ておりました。まあ特にね、僕そんなこの辺はあまり温度感高くないんで、ちょっとさらっと説明させていただきますが、次がレギュラーアイテムですね。こちらもちょっと見ていきたいなと思います。で、レギュラーアイテムがですね、もう多分みんなこれじゃないか、これが一番人気じゃないかっていうのがあって、例のセーターですね、カート・コバーンの顔がガンって書いたセーターになるんですけれども、まあまあそれがね、一番人気になるんじゃないかなと思います。で、僕ニルバーナー正直あんまり聞いたことないんですよね。音楽もね、そんなにいろんなジャンル聞いて育ってきてないんで、なんだろう、ロック系になるのかな、ちょっとわかんないんですけど、洋楽はもう本当にヒップホップぐらいしか聞かないんで、ちょっとね、あまり正直惹かれては僕はいないんですが、世間的な温度感はね、すごい高いんじゃないのかなと思います。思いっきりね、顔がプリントされたフィッシャーマンセーターで、値段が 29,700円ですね。まあこれがまあまあ間違いなく人気になるんじゃないかなとは思うんですが、まあ僕はね、スルーなんで、これがなんかラッパーの顔とかだったらもしかしたらね、買ったかもしれないですね、ラッパーによっては。なんで、まあちょっと人気集中しそうですが、今回のラインナップ見ると、まあまあ、僕はとりあえず買わないんで、どんな感じで売れるか見てたいなと思います。で、それ以外でね、気になるなーって言ったところが、正直欲しいなと言ったものがなくてですね、ちょっと困ってはいるんですが、なんかこのアンブロのフーデッドアノラックとかも、すっごいね、速攻売れるって感じはなさそうですけど、なんかこれもね、売れそうな感じしますよね。なんか割と普通なんで、
合わせやすそうで、まあまあこういうのって買ったら切るのかなといった感じですし、あとはどうなんだろうね。あとこのマガジンショートスリーブシャツ 25,300円、これとかもちょっと気になるかなといった感じです。2005年から2010年にかけて発行してたシュプリームのブック全6巻の表紙デザインを総柄で落とし込んだレイヨンシャツになるんですけれども、まあ素材感もねレイヨンなんで多分着心地がいいというか柔らかいね、だからつるっとした素材なんだろうなと思うんですけれども、これがですねまあいいなとは思うんですが、僕半袖シャツあんまりね買わないんで、まあ長袖だったらちょっとワンチャンあったかなといった感じです。なんかね、総柄のシャツとか、最近1枚ぐらい持っててもいいかなといった感じなんで、まあ、このラインナップで気になるとこって言ったら、まあ、それかなといった感じになります。あと、夏に向けてね、なんか、このナイロン素材のウォーターショーツとか、買っておくと、まあ、便利というか、まあ、僕そんなね、水に入ったりしないんで何とも言えないですけれども、こういうのとかもね、便利なアイテムなのかなと思います。あとはね、このなんか、馬の絵描いたね、バスケットボールジャージとかも、全然着たいと思えないですし、フーディーもね、前のロゴの感じはちょっとスケボーするときにね、動画映えしそうなんですが、なんか背中のね、番号とかもね、いらねえなって感じですし、ちょっとなんか弱いなって個人的には思ってしまいました。ビーチタオルも 15,400円なので、ちょっと正直ね、タオルで 15,400円か、辛いなって感じなんで、今回はというか、今回もスルーにはなるのかなと思います。特にね、目立ってほしいものないなといった感じになるんで、まあその辺がね、ちょっと気になる、動きがね、気になるなといった感じで、まあ動向を見てね、多分どんな感じなのかなというのはチェックするんですけれども、まあスルーの週かなといった感じになります。どうですかね、皆さん。今週はカートコバーン狙う人。放送ですけれども、僕はちょっとあまりね、通ってきてないところなんで、スルーさせていただきます。次回以降ね、なんかいいものあれば、ちょ、挑戦していきたいなと思いますので、いや、そろそろちょっと欲しいですね。なんか欲しいものもなんかね、出てくるの少なくなってきたんで、そろそろね、なんかゲットしないと、ちょっとモチベ上がんないんで、ちょっとシュプリームさんお願いしますよ、といった感じになりますが、まあまあ、こんな感じで今日は終わりにしたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。